ハイスループットスクリーニングロボット、ハイスループットスクリーニングは特に創薬で使用される生物学及び科学の分野に関連する科学実験の方法である。ロボット工学、データ処理及び制御ソフトウェア、液体ハンドリングデバイス、及び敏感な検出器を用いてハイスループットスクリーニングは研究者が遺伝学的、科学的、 薬理学的な何百万語の試験を迅速に実施することを可能にする。このプロセスを通じて短時間のうちに特定の生体分子経路を調節する活性化合物、抗体、あるいは遺伝子を同定することができる。これらの実験の結果は薬を作るための初めの段階となり生物学の研究の初めの段階となる。ロボットのアームが圧勢プレートを操作している。 HTS の鍵となる実験器具はマイクロタイタープレートである。マイクロタイタープレートとは、ウェルと呼ばれる小さな穴がたくさんあり、掴むグリッドがある。通常は使い捨てのプラスチックで作られた容器のことである。2013年頃の一般的な HTS のためのマイクロプレートは、384、1536、または3456ウェルである。 これらは82のウェルが 9mm の間隔を置いた96ウェルマイクロプレートが旧来より使われていた影響で全てが96の倍数になっている。ウェルのほとんどには実験に使われる物質が入れられる。ウェルには全て同じ化合物の水溶液が入れられる場合もあるし、全てのウェルにそれぞれ異なる化合物の水溶液が入れられる場合もある。また、ある種の細胞。 または酵素をそれぞれのウェールに入れることもできる。スクリーニングの施設は普通、注意深く集められた化合物ライブラリーが入ったストックプレートを保持している。ライブラリーとはいろいろな種類の化合物などの人揃いのことであり、その実験室で作成したり、または販売されているものを購入したりする。ストックプレート自身は直接実験に使用されず、必要に応じて代わりに別の 圧生プレートが作成される。圧生プレートは元は完全に空のプレートであり、対応するウェルにストックプレートのウェルから少量の液体をピペットにより注入されて作成される。つまり単に圧生プレートはストックプレートのコピーである。研究者は実験の準備のためにタンパク質、細胞、あるいは動物の肺などでプレートの核ウェルを満たす。 それらの生物学的な物質とウェル中の化合物とが吸収、特異的に結合、または反応するための時間が経過した後、手動、または機械によって全てのウェルが測定される。研究者自身が測定するのはコンピュータでは簡単に判断できない場合であり、例えばウェルの化合物に起因する肺発生の変化や血管、顕微鏡を使用した変化。 効果を調べたいときにしばしば必要である。それ以外の場合は、専門の自動分析機が、ウェル状に多数の実験を一度に測定する。タンパク質がどの程度結合したかなどの指標とすることができるように、設定し、それらの上に変更を照射し、反射率を測定するなどで測定できるようにしておく。ことでこのような自動化が可能になる。この場合、機械は、 単一のウェルから得られた測定値とウェルの各番号を結果として出力する。大容量の分析器は非常に迅速に小さなスペースに入れられた数十のプレートを測定することで数千の実験を実行することができる。円形のスライド式の収納設備が圧勢プレートを保管し高い収容能力と高い取り出し速度に貢献している。オートメーションつまり 自動化は HTS の有用性における重要な要素である。典型的には一つ以上のロボットからなる統合されたロボットシステムは圧生プレートを移動させたりサンプル及び試薬を転換、今後インキュベーションをしたりして最終的に検出のための場所に動かすことをする。HTS システムは普通同時に多くのプレートを準備、インキュベート、分析、 データを収集するため、これらのプロセスを高速化することができる。1日10万の化合物のテストができる HTS ロボットが現在存在している。自動コロニーピッカーはハイスループット遺伝子スクリーニングのために微生物のコロニーを数千もピックアップできる。つという用語があり、は1日10万以上の化合物のスクリーニングが可能なものを指す。 多種の化合物の迅速なスクリーニングの能力により、HTS は近年、実験結果のデータ量の急増につながっている。したがって、HTS 実験の最も基本的な課題で、あるのだが、大量に出てくるデータから、生、科学的意義を見出せるかどうかは、適切な実験デザインと品質管理とヒットの選択のための分析方法の開発と採用に依存している。 HTS の研究は、プロテオミクス、インクの最高科学責任者である、ジョン・ブルームが次のように表現する性質を持った研究になっている。つまり、科学者が、いくつかの統計学や、基本的なデータハンドリング技術を理解していない、場合は、本当の分子生物学者とは考えられず、単に、恐竜となる。高品質の HTS 圧制は、HTS 実験で重要である。 高品質の HTS 圧制の開発は、実験と計算のアプローチの両方の統合による品質管理が必要。QC の3つの重要な手段は、良好なプレート設計、結果の違いの程度を測定するための効果的な品質管理の測定基準の開発であり、それらによって、劣った品質のデータを同定することができる。良いプレートのデザインは、系統誤差を識別しやすくし、 ヒットの選択と品質管理のためにどのような正規化をして系統誤差の影響を取り除くあるいは減らすかを判断するのに役立つ。効果的な分析的な品質管理の方法は優れた品質の圧勢のために重要な役割を果たす。典型的な HTS 実験ではポジティブコントロール及びネガティブコントロールを明確に設定できているかが良い品質の指標となる。 提案されている品質を評価する尺度の多くは、ポジティブコントロールおよびネガティブコントロールの設定の程度を測定する。シグナルマイナスバックグラウンド比、シグナルマイナスノイズ比、シグナルウィンドウ、アッセイベリアビラティレイシオ、およびゼットファクターは、データの品質を評価するために使われる。厳密に標準化された平均差は、最近、HTS アッセにおいて、 データ品質を評価するために提案されている。HTS において効果の見込みが大きい化合物はヒットと言われている。ヒットを選択するプロセスがヒットセレクションと言われている。繰り返しがある場合と繰り返しがないスクリーニングでのヒットの選択のための分析方法は異なりる。繰り返しがないスクリーニングは通常は初めのスクリーニングで 繰り返しのあるスクリーニングは通常は確認のためのスクリーニングである。例えば、Z、スコアメソッドは反復のないスクリーニングに適し、T 検定は反復のあるスクリーニングに適している。反復のないスクリーニングのための SSMD の計算も反復があるものとは異なる。繰り返しのない一時スクリーニングでのヒットの選択のために、 容易に解釈できる違いは、アベレージホールドチェンジ、ミーンディファレンス、パーセントインヒビション、およびパーセントアクティビティである。しかし、それらは効果的にデータの違いを補足しない。すべての化合物は、スクリーニング内のネガティブコントロールと同じ値を持っているという過程に基づいて、データの変動を捉えるのが、Z、スコアメソッド、または SSMD である。しかし、 そのような Z スコアのような方法は、ハズレ値に敏感であり、HTS 実験では、ハズレ値は、一般的であり、問題となる可能性がある。結果として、Z スコアメソッド、SSMD、B スコアメソッドや、クアンタイル、ベースドメソッドのような強固な方法が提案され、ヒットの選択のために採用されている。繰り返しのあるスクリーニングでは、直接、 各化合物の変動を推定することができる。結果として、我々は、Z スコアや、Z スコアが依存する強い過程に依存しない、SSMD、または T 検定を使用する必要がある。T 検定と P 値を用いる一つの問題は、それらは、サンプルサイズ及びエフェクトサイズによって影響される、ことである。それらは、平均差の検定はできても、 化合物の効果の大きさを測定するためには設計されていない。ヒットの選択のための大きな関心事は試験した化合物の効果の大きさである。SSMD は直接影響の大きさを評価する。SSMD は他の一般的な効果の大きさよりも良好であるかが示される。SSMD のポピュレーションバリューはいくつもの実験を通しての比較を可能にし、 化合物の効果の大きさを測定するために SSMD のポピュレーションバリューに対して同じカットオフを使用することができる。一つまたは複数のプレートにわたる化合物の配置をうまくすることでプレートあたりの圧勢数を増加させたりまたは圧勢の結果のばらつきを抑えたりできる。この技法は簡素化された過程のもとになり立っていてそれは 同じは L 内の任意の N 個の化合物は、互いに、または、圧勢の標的と、相互作用せず、真のヒットを検出する圧勢の能力に影響しないということである。例えば、次のプレートを想像してみる。化合物 A を、ウェル1から2から3、化合物 B を、ウェル2から3から4、化合物 C を、ウェル3から4から5に入れるとする。このプレートを、 ターゲットに対して行う発生をして、ウェルに、3、4でヒットがあったとすると、それは、化合物 B が最も可能性の高い薬剤であることを示す。このアプローチを用いるのであれば、どの2つの化合物も、複数のウェルを共有しないようにし、化合物のペア同士の干渉の可能性を減らす。2010年3月には、スクリーニングを、 従来の1000倍早くできるように実証した研究が発表された。従来技術より、と、ゼブラフィッシュのように無傷の生物を使用する。HTS は、比較的最近の技術革新で、主にロボット工学や高速コンピュータ技術の近代的な進歩を通じて、可能になった。HTS の実験を実行するには、専門性の高い、 高価なスクリーニング研究室が必要である。多くの場合、小、中程度のサイズの研究機関は、自分で施設を持つのではなく、既存の HTS 施設のサービスを利用する。この傾向は、創薬を学術的に研究する大学で見られる。通常は、産業界にのみ見られるこれらの施設は、現在では、大学でも見られるようになってきた。例えば、UCLA は、 日常的に10万以上の化合物を1日にスクリーニングすることができる分子スクリーニング共有リソースのオープンアクセスの HTS 研究室を備えている。オープンアクセスのポリシーは世界中から研究者が長い知的財産交渉なしにこの機能を利用することができるようになることである。MSSR が持つ20万を超える小分子の化合物ライブラリーは アメリカ西海岸のすべての大学の中で最大である。MSSR 和などの小分子を備え、遺伝子の機能を調べるゲノムワイドスクリーニングを実行するために、HTS の機能を活用できる。ハイスループットの小分子スクリーニングとゲノムワイドスクリーニングを両方使用することで、疾患、または小分子に対する標的の同定及び検証が可能になる。単一のセルナ、 または CDNA を含有する、並べられた機能的ゲノムライブラリーを使用することによって正確な結果を得ることができる。機能ゲノム学は典型的にはハイコンテントスクリーニングとタイになっている。ハイコンテントスクリーニングは落ち者経口顕微鏡法やレーザー操作サイトメトリーを使用する。ミネソタ大学と同様にイリノイ大学はまた HTS のための施設を持つ。 ミシガン大学の生命科学研究所は、ケミカルゲノミクスセンターに HTS 施設を併設している。ロックフェラー大学には、16万5000を超える化合物のライブラリーを備えるオープンアクセスの HTS リソースセンター HTSRC がある。ノースウェスタン大学のハイスループット分析研究所は、標的同定、バリデーション、圧生開発、 および化合物スクリーニングをサポートしている。ヒエーリ、サンフォード・バーナム・プリーバイズ、メディカル・ディスカバリー・インスティチュートはまた、HTS 施設を持つ。米国のナショナル・インスティチューツ・オブ・ヘルスは、生物学的研究で使用するための革新的な、科学ツールを製造するための処分子・スクリーニングセンターの全国コンソーシアムを作った。ハンエムエム オプレア TI デベロップメントオブエースクリーニングプラットフォームフォーダークテッドエボリューションユージングザリーフコーラルフローレセントプロテインジアグリーンアズエーソリアビラティレポーターハットハウディコストンツォ M フェイピーゴジョボリ T ハニック L ハイド W ヒル DP カニアール、シェイファー M ピエール SS ツイガー S ホワイト O dsy, abcd, ちゃん xhd, エイゼンシュテイン m, ちゃん xh, エスピス a, s, ジョンソンアンチン j, ゲイツ a, ミナール l, j, マリーニ s, d, テン j, エステック e, m, クナップやらい p, ホルダー d, j, ヘイッサ j, カストルーロシビ b, フェラー m, ちゃん j, h, チョン t, d, オルデンバーグ k, r, ちゃん xh, d, ちゃん xh, d, チャン XHD チャン XH フェラー M エスピッス AS マリン SD エステック EM クラクワー MA ホルダー DJ ヘイサ J カイストルーロビサイ B チャン XH ヤン XC チョン N ゲイツ A エステック E クナップやライ P ホルダー DJ フェラー M エスピッス AS ブリド C ガンター G パイクーニツ B リャオ A 公園 J チャン XHD チャン XHD チャン XHD アグレスティア JJ アンティポブック E アバテア AR アナ K ロワタ AC バレテ JC マークウィズフ M クライベナベック AM グリフィス AD ワイツ DA ハイスループットフラレセンスディテクションユージングアンインテグレーテッドゾーンプレートアレイアターナサーブ AG ウォルトンバーガー B ファーシュはエンジング EM、リンダー T、ワーシュ C、アリン P、テンル V、ワン L、シュワイガー S。ハイスは、ローリンガー JM、シュスター D、ブロイス JM、ポチコブ V、ミホービロビク MD、コップ B、バウエル R、ダーシュ VM、スタプナー H ハイ、スループトスクリーニング号ずつスクール。ありがとうございます。